時を超え空間を切り有限無限の世界を立体具現という形で表現する集団、それがボークス造形村。造形村の醸し出す感性とそれに加わる造形師たちの個性のぶつかり合いは、あなたをしてかつて見もされなかったであろう驚異の世界をお見せすることになる。このビデオはボークス創業20周年を記念するとともに、造形村そしてそのスタッフたちが新たに踏み出そうとしている彼らの情熱と気迫が作り出す創作造形物への記録であり、今後展開していく驚異の世界そのものの道しるべとなるであろう。幸運にもこれらのレプリカを手にされた方々にとって、このビデオの内容がより素晴らしい世界の入り口になることを確信しています。光こそを永遠の幸せと信じ、その中にとどまり続けようとする。人の心の移ろいゆく様をシレーヌをモチーフに造形師円空明宏が見せる情念の姿。光こそは情念の始まりであり、そして終わりでもある。ここから舞は人の心という不可思議な様をさまざまにあなたの前に見せ続けていくのです。光から始まるこの一連の作品こそは情念の移ろいという、人である限りは決して逃れることのできない、それは阿修羅神の世界をさまようあなたの姿であるかもしれない。いや、それはあなたの心の奥底にいるシレーヌのこと。パーツ成形、造形家の熱意を完璧にレプリカしたキット、成形には細心の注意を払いながら行います。入り込んだところはモーターツールを使用して成形します。この時あまり回転レベルを上げないのがコツです。誤ってパーツを欠損してしまった場合などの補修方法をお見せしましょう。羽のラインに合わせてパーツを一度削ります。そして 0.8 ミリのプラ板を当ててガイドを作り出していきます。
羽のちょうどセンターの部分に瞬間接着剤を使用してつけます。その上に粘土パテを盛り付けて形を出します。スパチュラは気泡埋めやディテーリングなどに欠かせない工具の一つです。用途に合わせて数種類用意しておくと大変便利です。粘土パテが硬化しないうちにディテーリングを行います。一本一本のラインを書き込むように行います。羽の反対側も同じように行います。パテの硬化後、耐水ペーパーで仕上げておきます。サーフェイサーを吹くリズムにご注目ください。スプレーが届きにくそうな部分へ短く吹きつけ、それから全体に吹くことで塗りムラをなくします。サーフェイサーの乾燥後、シリコンクロスで磨き上げます。美しく仕上げる前の大切な工程です。下地白塗装です。シレーヌの羽、肌を美しく仕上げるためにも発色を良くする白を全体に吹き付けます。白は塗膜が薄いので2度3度と重ね拭きを行いましょう。あってはならぬ裏切りの歓喜、そこは疑心と安堵が渦巻き燃え、そしてまとわりつく怠惰の支配する世界。怪しいまでに美しいシレーヌが見せる喜びと疑心。
アモンに抱かれ、醜くもだえ続けるその身と心の葛藤は、やがて呼び寄せるであろう地獄の豪華な炎にも似て、メラメラと静かに舞を舞う。シレールの心まで貪り尽くすかのような荒々しいアモンと、怠惰に身を任せるシレーヌ。その表情は諦めにも似た不気味さをたたえ、一層の魅力を辺りに漂わせる。闇ではシレーヌ・アモンの肌色塗装をお見せいたします。まずはシレーヌの肌色塗装。クリアーを混合するのはよりしっとりとした肌を出すためです。影になる部分は筋肉の流れに沿って吹きつけていきます。エアブラシの霧が微妙なグラデーションを生み出します。この時エア圧を1気圧に落として行うのがポイントです。先ほどの肌色にクリアオレンジを混合したカラーで、より影になる部分へと吹き付けていきます。肌色が羽の部分にかかっても、後でタッチアップを行います。ここでちょっと変わったマスキング方法を紹介します。ラバースカルピーを使用してマスキングを行います。これはより複雑な形状のマスキングに効果的です。スパチュラでラバースカルピーを伸ばして、シレーヌの肌を覆ってしまいます。アモンの肌色は褐色に焼けた肌色。筋肉の流れに沿って吹きつけます。エアブラシの霧がシレーヌへ回り込まないようノズルを絞り込んで行います。
塗装終了後、スパチュラでマスキングを剥がします。アモンの脚部はダークブラウンに塗り、その後パープルでドライブラシを行います。アンドという名の海で、束の間の紙繕いに満ち足りた表情のシレーヌ、魔空を舞う羽も、肉を引き裂く爪も、そして恐ろしいあの牙さえも、今は愛の中なのだろうか。甘く匂うかのようなシレーヌの姿、その体は何を誘うのだろう。その表情は何を求めるというのだ。光は愛となり、その愛の存在が闇の世界を呼ぶのか。やがて闇がこの愛を包むとき、美しいシレーヌは奈落の底のあの闇の世界へと落ちていくのだ。偽りの姿なのだろうか。シレーヌ舞い愛。愛ではエナメルカラーを使用して羽、髪の塗装をお見せいたします。エナメルカラーはラッカーカラーを侵さず、また流動性も高いので墨入れ、墨流しには最適です。髪の毛の流れに沿って一本一本書き込むように墨入れを行います。またより薄めたカラーを少し大きめの筆にたっぷりつけ、上から流せばモールドに沿ってカラーが流れ込みます。この墨流しは細部塗装にも欠かすことのできないテクニックの一つです。エナメルカラーが完全に乾燥したら、エアブラシを使用してスカイブルーを吹き付けます。シレーヌの素肌にも霧が回り込み、羽との色彩のバランスが落ち着き、よりしっとりとした作品に仕上がっていきます。
シャドウになる部分には黒を適量混合して吹き付けます。地獄の豪華に恨みの心を焼く恐ろしいシレーヌの姿、おぞましい情念が炎となってシレーヌに藩の舞を舞わせる。シレーヌ舞藩、それはあたかも人の心の奥底、真実の姿がこの世に現れたかのような醜さ。光を遮り、愛を避け、闇の世界を赤々と照らす怨念の炎か。心を閉ざし、目を背けても逃れることのできない真実の姿こそ、藩。この舞がその終わりを告げるとき、あの光のシレーヌが現れるなどと、誰が言うのか。この姿がなければ光もないのだなどと誰が知るのか。シレーヌ舞、もう一つの真実の姿、藩。炎の表現です。クリア系カラーの重ね吹きで美しくもおどろおどろしく表現してまいります。まずはクリアーイエロー、炎の流れに合わせて吹き付けていきます。次にクリアーオレンジ、先ほどより若干吹きつける範囲が狭くなっているのがお分かりいただけるでしょうか。クリアーレッド、より中心部に近い部分を吹きつけます。エアーブラシのノズルも絞り込んでいきます。そして最後にブラックでシャドウ塗装です。より重量感、深みを出す一瞬です。マスキングは行わず、霧の回り込みでできるグラデーションを利用します。頭の部分はエナメルカラーの墨入れテクニックで表現していくといいでしょう。